はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回は提督の決断本の続きをプレイしていきましょう。前回ですね、戦闘機、飛行機ですね、護衛機、さらには爆撃機と攻撃機と3種類設計したと思うんですけど、今回はそれらを使った運用に向けて艦隊の再編成を行いましたので、まずそこからちょっと見ていきたいと思います。まずですね、艦隊の状態なんですけども、いくつか再編成しています。まず第1艦隊はですね、空母艦隊に完全に再編成を行いました。正規空母4隻からなる空母艦隊へと、完全に再編成を行っています。ただですね、残念ながらちょっと飛行機が全然足りてない状態なので、まだ出撃できる状態ではないというところですね。画面の左下見ていただければ、艦載機数あるんですけど、ご覧の通り0機みたいな形になってますんで、ちょっとこのままだと戦闘に耐えられませんので、この後飛行機の生産に資金とアルミを使っていきたいと思っています。で、第2艦隊は逆にですね、ちょっとまだ、修理中なんですけど、戦艦3隻、あと軽巡に駆逐艦、さらに護衛空母3隻をつけた、バランスの取れた艦隊に再編成をしています。で、第3艦隊、第4艦隊は今まで通りなんですけど、これ見ていくと、第4艦隊、第3艦隊ともに少し実は戦力が減少しているなっていう状態になっているので、これらをなんとかそのうまく解消していくためにというわけではないんですが、この第6艦隊をですね、将来的には第3、第4艦隊に割り振っていければいいかなというふうに思っています。で、今、第8艦隊、これ、小笠原沖に停泊中なんですが、これも耐えてもらうしかないというところですね。で、肝心のアラビア沖の状態がですね、少し状況は分かってきたんですけど、まだまだ全容が判明していないというところがあるので、アラビアに向けてはですね、引き続き、スパイを送り込んでおくという状況を継続しておきたいと思っています。では、技術開発ですね。ここはいつも通り浅くはなるんですが、しっかり入れておきましょう。で、問題のですね、生産体制なんですが、先ほどというか、前回ですね、設計した飛行機が生産のラインに乗ってくるには、実はまだまだ時間がかかるので、ここはしょうがないというわけではないんですが、しっかりとですね、攻撃できるように艦爆、これを作っておきましょう。でも、これもね、できるだけ作っておきたいんですけど、数がね、そんなに作れないんで、64で艦爆作ったんで、今度は艦攻ですね。これもマックス値作っておきましょう。アルミもね、鉄もあるんですけど、いかんせん金がないっていうね、状況なんですよね。なので、主力空母に乗せておきましょう。まず直縁の数なんですが、直縁に関して言うと、今これが15機か。そうだな、15機も乗せる必要はないので、これ、10機に減らしましょう、まず。で、護衛機に関しても10機でいいでしょう。今、5機しかないんで、いや、違う違う違う。10機ですね。これでいいかな。50、10になってますよね。で、艦爆は多ければ多い方がいいんで、雷撃に関して言うと、今は補充が10か。補充が10あれば10でいいね。で、偵察機が0っていうのは問題なんで、偵察機は、偵察機0か。いや、厳しいね、偵察0って。いや、飛行機の数が全然足りないですね、やっぱり。
全く足りてない。飛行機をどん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 補充していかないとダメだな。それではちょっと一旦フェーズを進めていきたいので、この南太平洋沖の状況も知っておきたいので、ここに諜報活動要員を送り込みましょう。お金がないんだ。お金使い切りましたね。すっかり忘れてた。しょうがない。これで進めましょう。新技術、関西対空レーダー。いいね。無線波を敵航空機に反射、位置を探知する早期警戒用兵器。本兵器が開発されると自動的に艦船に搭載。海戦では視界外の敵航空隊を発見可能。いいですね。これは自動でね、入ってくれるってことなんでありがたい。んで、今回はどうだ？インド洋の状況がまだつかめないよね。お、艦隊の数が出てきたね。詳細情報確認しましょう。まず敵の艦隊なんですが、イギリスの第8艦隊。なるほど。従順が1隻。さらに、機関ですね。第8艦隊の機関、ノーホーク、これが第8艦隊ですね。じゃあもう一つの第12艦隊はというと、ユリシーズが入ってるな。機関ユリシーズ、従順ですね。これもそうなると、これらに対抗しうるための艦隊を送らなきゃいけないんだな。強襲揚陸艦とか持ってるんだな。ラーグス、かっこいいな。海岸を防衛している敵に対して強襲上陸を実行するために設計された戦艦。ノルマンディ上陸作戦でも使われたと。なるほど、強襲揚陸艦ですね。で、問題なのがこの航空基地なんですよね。いやー、数多いな。これ見ると爆撃雷撃合わせて75機で、直縁に護衛が合わせて90、めちゃくちゃな数ありますね。その割に取れるのが金6か。これはインド洋は防衛に徹してアラビア海に侵攻するのはやめた方が良さそうですね。一方南太平洋の方を、まあ、注力した方が良さそうかなっていう感じがします。では艦隊を動かしましょう。まずは第2艦隊、これが完全に修復なってますんで、これに先に艦載機を乗せましょう。おっと、その前にだ。先に。飛行機を作らなきゃいけないですね。飛行機なんですが、まず、いや、でも飛行機の前にやっぱりあれか？輸送船だよな。輸送船何隻か沈められてるからしょうがないね。輸送船を、どうしよう。3隻ぐらいは作るしかないかな。3隻作りましょう。で、足りてないところにガシガシ入れていきましょう。で、どこが足りてないかっていうのを見極めていかなきゃいけないんですよね。お金がね、やっぱり入ってくるところは重点的に輸送船を補充していってあげたいんですが、マラッカに関しては輸送船の数、まあ、ほぼほぼ足りてるね。じゃあ他はというと、インド洋もお金入ってくるけど、インド洋は輸送船の数をちょっと増やしましょう。1隻、まあ、もう本当こういうちびちび増やしていくしかないっていうね、苦しい台所事情ではあるんですが、オーストラリアは大丈夫だよね。他お金が取れるところ、レイテ沖、レイテは5か。マレー沖にもうちょっと増やしますか。2隻、これでお金が少しでも回ってくれれば。南シナもお金結構取れるけど、もうないですからね、輸送船が。で、そうなるとさっきの話に戻して、飛行機の生産を行いましょう。で、
さっき偵察機がもう全く足りてないっていう実情が明らかになってしまった以上、偵察機を少し作らざるを得ないので、偵察機を作ります。で、零式の偵察機ですが、どうしようかな。ついて、お金がよりかからない方がいいんだけど、9号式の推定にする？これをじゃあ10が限界だな。これ以上はちょっと作れないですね。そしたら艦爆水星ですね。水星を40機で、救難式の艦砲、これを20。で、第1艦隊ではなく第2艦隊に先に配備していきましょう。第2艦隊はもうすぐにも出撃させたいので、第2艦隊の軽空母に艦載機を搭載していきましょう。護衛機が2機だけっていうのが何ともだな。直縁の数を少し減らしますか。今度は戦闘機の数が足りないんだな。もう四苦八苦してるな。護衛機の数を、まあ、護衛機の数も全然足りてないけどね。雷撃機、まあ、これを4マックス積む。で、偵察機に関して言うと、97式の艦砲を偵察機に当てますか？ 2 隻ほど。これでいいかな。厳しい、本当に。飛行機事情が露呈してるけどな、しょうがないですよね、こればっかりは。これで次のターンで一応この、第2艦隊は出撃させることができますね。で、第1艦隊の方ももう完全に修復は終わっているので、第6艦隊があと2週間かかりますね。第1艦隊は飛行機の生産が完了次第、これも出撃可能という状態になります。で、南太平洋、ここにね、進みたい気はするんだけど、結局のところ南太平洋に、敵がいるかどうかがわからないので、どうにも進められないよな。よし、計12隻。これが新たに配備可能ですね。中部太平洋の攻略は難しいよ。中部太平洋の攻略は無理だ。はっきり言って。諦めムードだな。そしたら先にスパイを送り込みましょう。忘れないうちにね。南太平洋にスパイを送りましょう。中部太平洋にも送りましょう。で、技術開発も忘れずにやりましょう。ちょっとね、200ずつしかもう出せないな。僕レベルも上げられないよ、1000は。お金がなさすぎる。んで、何をしなきゃいけないかというと、まずですね、第6艦隊が、あと1周で完了するんで、第6艦隊から戦艦を外しましょう。外して、まあいいか、この第6艦隊を、とりあえずですね、第6艦隊をこの3号艦に送って、3号艦で艦隊を再編成させましょう。これ何がしたくて今こんなことをしたかというと、今この3号艦に停泊中のこの第3、第4艦隊、第10艦隊、これがちょっとね、艦隊規模がだいぶ摩耗してきてしまってるので、これを
戦艦を抜いた第6艦隊と合流させるという目論見です。で、そうすると何が起きるかというと、この第2艦隊に戦艦をもう1隻編成として入れてあげられる感じかな、伊勢が入れられますね。第2艦隊に戦艦伊勢を入れて、これで完全に第1艦隊の、いや第2艦隊の最終形が決まった感じかな。ではこの第2艦隊を満を持して沖縄に再配備しましょう。小笠原沖に再配備しましょう。で、第14艦隊は第1艦隊をちょっと再編して駆逐艦の数を増やしますか。第14艦隊から駆逐艦を2隻ほど引き抜きましょう。で、第14艦隊は一旦、亡き者にしちゃいます。で、これで第1艦隊もそれなりの規模になりましたね。で、第6艦隊は移動させますということで、規模感的にはちょうどいいかな。うん。で、あとはその主力空母に積むための飛行機ですね。これをちょっともう大量に作っていきましょう。飛行機の生産急務ですからね。じゃあ何を作っていくかなんですが、まずは戦闘機ですね。2435護衛機早く出てきてほしいな。まあしょうがないね。冷戦の3人型を先に生産しちゃいましょう。これが生産できるのが20機ほど生産しますか。で、水星ですね。水星を60機ほど生産しましょう。本当にお金が足りないんで。で、あとは救難式の観光ですね。これを、いや、救難式の観光はもうマックス作っちゃおう。よし、これでいいね。で、これをですね、主力空母艦隊に代わった第1艦隊に配備していきます。雷撃よりもどちらかというと艦爆の数が欲しいんですけどね。一旦自動配備にしちゃって、そうすると爆撃の数が全然足りてないね。爆撃の数が足りていないのは雷撃の数が多いからだな。雷撃の数は少し減らしましょう。雷撃は10機まで減らして、爆撃の数をマックス39まで増やします。いや、どうだこれ。直縁に護衛と少し数が多いよね。攻撃力を増やしたいんで、直縁の数を7まで減らしましょう。結構ね、もう細かいこと、何細かいことガシャガシャやってんだってなると思うんですけど、結構ね、この数調整していかないと全然飛行機の数が足りないっていう状態になってしまうんで、ちょっと皆さんね、退屈してしまうと思うんですけど、お付き合いをすいませんお願いいたします。で、56機、これそれなりの攻撃力を持った空母に仕上がったんじゃないの。で、随閣、運閣かな、運閣の方にちょっとまた同じく飛行機の搭載数の調整をしていきましょう。護衛、直縁、この辺りの数を少し調整していきます。で、爆撃の数はもうマックスですね。
マックスで来撃の数はもう10に固定しましょう。この辺りももう定型化できれば楽なんだけどな。で爆撃の数はマックス。いやこれでも次のターンでこの艦隊も前線に送り出せるんじゃないかな、うまくすれば。護衛機の数が全然足りてないですね。護衛機も7乗せましょう。これが本当にね、ちょっと吉と出るか凶と出るかっていうのは僕自身もはっきりとわからないんですけどね。さあ救難式の観光は10隻ほど乗せていきます。これでも第一艦隊を戦線に投入できればだいぶ変わってきますよね。いや変えなきゃいけない。で、偵察機としては97式の艦爆、いや観光だな、観光4隻ほど乗せておきましょう。これでそれなりの艦隊というか、飛行機の艦載数になりましたね。でここはもう自動配備するしかないんで自動配備にしちゃいますと。これでいいかな、どうでしょう。で残っているのが96式の艦船、これとかもう使う機会あんまなさそうだけどな。あとは冷戦の21型、冷戦の32型、それにあとは97式の艦砲が少し残ってるって感じですね。じゃあこれ次回のターンで前線に投入できますということになりますね。ちょっとすいません、いい感じで進んでるので一旦ここでセーブだけ入れさせてください。このあとねちょっと何が起きるかわからないという状況なので一旦セーブを入れさせていただいて次のターンに進みましょう。おお、長戸型の駿河が入ってきたか、いいね。ああ作戦会議ね、中部太平洋はね。さて中部太平洋にするか、まあ南太平洋の方が無難だろうな。南太平洋にしましょう。予算がここで入ってこなかったってのは痛いよな。アラビア海を死守するので3号海にはまだ第6艦隊到着してないのでちょっとターンを待ちましょうね。次のターンが進むので、小笠原沖にはどうでしょう、第二艦隊到着してますね。心強い。そしたら満を持して第一艦隊、この空母艦隊を小笠原沖へ派遣しましょう。で逆にですね、第八艦隊ですね、第八艦隊は移動して日本に戻して艦隊の再編に使っていきましょうね。いやーどうだろうか、中部太平洋かなり敵の充実度が凄まじいものがあるな。小笠原にどうですかこれ。小笠原は絶対防衛ラインとして飛行場建設する？違う違う、小笠原にはもうすでに飛行場が一つあるんで第二飛行場を作ったらどうかという話になるのか。小笠原は第二飛行場を作れるような余裕あるの？ないよね。となると航空機の配備だけだな。まず直縁機含めてどうしようかな。冷戦の21型をこれを増やしましょうね。まずは21型でいいのかって話はあるんですけど、もう使わないですからね21型なんて。冷戦の32型、
まあ、これも35機あればいいでしょう。艦爆の数が全然足りてないな。艦爆を陸攻に変えましょう。しかね、雷撃機を、陸上攻撃機に変えるのがいいのかな。ちょっと陸上攻撃機の能力がわからないんですが、これ最大に変えちゃいましょう。で、99式の艦爆を、これもちょっと変えた方がいいよね。陸上攻撃に変えましょうか。これ48機。もう陸攻系はね、残しておいてもしょうがないんで、徹底的に、漁っていきましょう。飛空艇も、こんくらい増やしちゃいましょう。これでどうだろう。それなりになったんじゃないの？陸上攻撃機ばっかりなんで、陸上攻撃用の爆弾を積んでるだけなんですけどね。97式の艦攻は使いたくないし、99式の艦爆は8機しかないんで、まあ、ちょっとこれがやっとかなというところですね。なんで、小笠原は絶対防衛ラインですね。日本を守るための絶対防衛ラインになってるんで。そうするとですね、まあ、例によって技術開発等々をやっておきましょうか。まあ、ちょっとこれもお金がなくてね、薄くしかできないのが本当に申し訳ないなっていうところなんですが、終了して、あとは輸送船も引き続きという形で、3隻ずつ毎週作っていきましょう。で、輸送船の数が足りてないところには、輸送船を積極的に配備していきます。インド洋はどうだろう、沈められてないよね、大丈夫だね。マラッカもね、結構お金取れますからね。ジャワにもうちょっと輸送船増やすか、さっき撃沈されてますしね。で、セレベス海もちょっと一隻増やしましょう。いや、これがやっとだ、本当に申し訳ないなって感じしますけどね。で、あとは飛行機です、飛行機。ちょっとね、本当皆さんからいろいろと教えていただいている、潜水艦を作ったらどうかとかね、ちょっとそういったご意見をなかなか反映できなくて、本当に申し訳ないんですけどね。あとは、97式の艦砲を作ったんで、水星ですね。水星が全然ないんで、水星を14基作りましょう。これでいいかな。さあ、そしたらですね、ちょっと今回もまた、戦闘シーンをお見せできてなくて申し訳ないんですが、一旦ここで終わりにしてですね、次回ちょっとこの続きをプレイしていきましょう。第6艦隊が今どこまで来てるんだ？第6艦隊は今、マリアナ沖まで来てるんだな。マリアナ沖まで来てるんで、サンゴ海まであと2周かかりますね。なので、ちょっとそこまで、戦闘もしかしたら起きないかもしれないんですが、引き続きお付き合いをよろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひ、ツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。